こんにちは、大成商事の上竹です。今日は、タカラスタンダードさんの、ショールームが新しくなったというので、ちょっとお邪魔してみました。早速中に入ってみます。これついてね、ね、安いですよ。これ流していいんですか？どうぞ。ちゃうんか、どこやの？こうなるってことですか？はい、そうなんですよ。ほんま見せたかったんですけど、スクリュー。スクリューであるの。はい、宝だから。エコキュート。エコキュートもあります。でもこれ、なんかここから出せますよ。なんかの時にテレビでやってたと思いますけど、これここから上が、はい、なるほど、37杯分も、はい、すごい、これ使えますよ、これが使えます、はい、突然の断水時にも安心、お助けコックも宝だから。これやっぱりええとこはね、この足がね、金属いうとこなんですよ。はい、これがすごく強い、足が金属、はい、これこういうフレームになってるやないですか。はいはい、そうですよね、そうですよ。課題がどうしても自信に自信ありっていうのが高くて、あのお風呂のネーミングになってるくらい。お風呂選びに耐震性という新しい基準を、タカラの耐震システムバス。この継ぎ目がない。そう、継ぎ目がない。これがこの値段ですよ。あ、中がこれやっぱりこれになってるんですよね。安いやつは木なんですよ、ここが。ここがポイントですね。そうなんですよ、そこがポイントなんですよ。宝だから。あれだと上見に行くの。何でもあるんですか？2階ですか？2階もお花見してね。じゃあ満足。ホーローってね、言うたら、鉄とガラスを焼いた焼き物なんですよ。一番こうイメージしやすいのが、陶器あるじゃないですか。はい、でこうお茶碗とか湯飲みの陶器と、言うたらホーローって親戚みたいなもん でお茶碗とかこう土ですよね、下の。にガラスの釉薬を塗って焼いた焼き物が陶器、お茶碗。で、ホーローも同じように鉄板の上にガラスを塗って焼いた焼き物なんです。例えばこういう油性のマジック で、はい、でお風呂とかでしたらね、まあ、特にカビとかですね、はい、とかあの石鹸赤とか水赤、はい、なんかがつきますよね、はい、でこういうまあ油性のマジックで描いたものでも雑巾持ってね拭くだけで、きれいに落ちるんです。キッチンとかしたら油とかですね、はい、で極端なこと言いましたら、お風呂出るときに、はい、例えばシャワーをパーッと流すだけで、はい、極端に言ったらもう汚れはある程度落ちるんですね。ほんまこれもう極端な話ですけど、浮いてますよ、ね、そうです。もうシャワーをパーッと、焼き物なんで火にも強いんですよ、はい、こういう風にライターで燃やしても焦げてても、さっと拭けば、こういったは非常に表面が硬い、そんなに硬いの。ほな、帰りますか。すいません、ありがとうございました。どうもありがとうございます。すいません、ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。すごい。記念品までいただきました。ありがとう。今日はね、素敵な商品いっぱい見せてもらいまして、記念品までいただきました。そんな感じでね、今日は、タカラスタンダードさんのショールームのご紹介でした。お近くのショールームへ。